お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、メガナイトを使ったまでデッキをですね、使っていこうかなと思います。で、デッキがこちらなんですけど、とりあえずウルトラが5枚あるっていうのがしんどいかもしれないです。で、あとは、カードパワーでやる感じなんですけど、なんで最近メガナイトみたいな、思われると思うんですけど、神技が、三種の神器っていう、コジョババ、ゴースト、ランバーみたいなデッキが流行ってて、それに対して、メガナイトが強くて、エレキも強いっていうのがありの、あとは三種もかな、三種も今ちょくちょくいるんで、それに対してやっぱ強いかなと思うんで、メガナイトが増えてるなとは思いますね。で、基本的には、このデッキ、メガナイトは、自分からは出さないかな。自分からは出さないで、さっきのホグラゴーストとかにも、ワンチャン出してもよかったかなと思いますね。なんで一気に攻めてきた時の防衛で使って、そのままカウンターみたいな、みたいな感じですね。でここは、後ろからインドラ出して、ネクロ、これはもうメガナイトで美味しいやっちゃいましょうか。よいしょ、はいはいはい。おお、それはちょっと聞いてないけど、メガナイトが強い、範囲攻撃が強いで、インドラでゴレは溶けて、よいしょよいしょよいしょ。いやー、これもう勝ったっすね。さてはこれ勝ったっすね。よいしょ、はい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 。もうあとは、ユニットを出すだけで、もう守らなくていいんじゃね？ああ、しちゃった。けどっすね、もう、一個取られても、勝てるんで、いや、こんな雑なことこんなしちゃいけないんですけどね。本当に、雑すぎるぐらいのプレイだったんですけど、まあ、もう勝てるんじゃねっていうので、はい、もうこれも勝てるんじゃねっていうのでどんどん出して、やばい、このファルチがなかなかやっかい。よいしょ。けど1個落とされたもん、ちゃっちゃ3から落とせば勝ちなんで、ポイズン打って、ワンチャンさったらやばいやつじゃないですか。やばくね。さては、一応守りますか。いや、メガナイトが強い。メガナイトが強い。はい。というわけで、これは、もう落としましたね。よしよし。いや、なんだかんだ、ウルトラが強いなぁと感じますね。しかも最近とかだと、インドラの使用率がやばい。インドラめちゃくちゃいるんですよね。余裕ですね。ということで次ですね。はい。で、またこれはもうインドラじゃないよ、メガナイトを先には出さずに、でインドラ出しても怖いんで、消去法でガゴで様子見かな。はいはいはい。タイミング。でこれはメガナイトをぶつけたいですね、あそこに。で、これはエリキ。そう、対空が多いんで、多くはないか。あれ。エレキとインドラとガゴ、そう、でも言うて3枚あるんで、よし。なんで、ラバとかバルーン系には、強いかなと思いますね。インドラもあるんで、大型には、はい、なかなかいいですね。しかも安定してる。待って。また復活してきた。マジか。なんで、音声コントロールなんか、なんでか知らないか出てくるんですよね、勝手に。いやー、前もそれあって、
1ヶ月ぐらい苦しんだんですけど、やっつけたんですよね、音声コントロールを。イヤホンを変えて、そう、やっつけたんですけど、また出てきました。いやいや、まあ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 、はいはいはい、このメガネタのジャンプが強い。で、今相手もこっち側にあのもうファイスピも出してザップも使ってってコスト使ってるんで、ここで攻めてあげると相手はコストがなくて、このインドラでタワーが落ちるまである。惜しい惜しい惜しい、はいはいはい、これもう勝ちましたね。はい、もうこれメガナイト出して、もうこんなん全無視っすね。もう2個取られても何個取られてもキングを出せば勝ちなんで、はい、もうこれは無視。よいしょ。で、まあグラチャレの時間短縮とかですね、はいはいはい、美味しい美味しい、よいしょ。で、まあ、ラストですね、はい、よいしょ。で、まあとりあえずゴーストですね。ゴーストがあればまあ一番最初に伝えていいかなと思いますね。よいしょ。まあまあ一番最初はちょいと様子見て、まあ何、ああもうタイミング同じ、とりあえずまあ出しとけばなんとかなる。で、ここはまあ防衛して、相手はペッカっぽい、ペッカっぽい、ペッカっぽいですね。これ突進が入るの痛いな。ザップ打つか、よいしょ、はいはいはい。あー、そうですね、相手はペッカですね。これやばいな、やばい、さてはやばい。5歳、よいしょ。わー、いい、もうこれ欲しい。これでカウンターですね。これでもうディガーとゴス消えろ消えろ、オッケー、ディガー早くタゲ取れ、よいしょ。いや、これが強い。これでもう生き残って、ゴーストがもう大ダメージで1個れる、はい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 、まあ、みたいな感じで守ってカウンターがクソ強いデッキですね。はい、というわけで終わりましたね。これは最後相手が諦めたかなっていうのがありましたけど、まあ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 、まあ、こんな感じでも勝てるんで、そうですね、まあ、初っ端にメガナイトいやインドラを裂かないで、まあ、基本的にはカウンターを意識すれば勝てるのではないかなと思います。というわけでですね、終わってもいいんですけど、今の試合さすがに早すぎた。今のは例外ですね。ということで、もう一試合、はいはい、よろしくと、よいしょ。で、まあ、メガナイトは裂かないで、エレキのな、最初も僕あんまりしないんですよね。なんで、まあ、待って、何も来なかったら、ディガーで、よいしょ。で、まあ、キング起動されない位置に。はい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 。ここは、まあ、エレキ出して、さあ、相手は何のデッキや？よいしょ。ファルチェ、ファルチェ、いやーこれすることないな。これはもうガゴ出しても処理されるんで、どうせファルチェに。ここはもうシャアなしのメガナイとかそういう系ね。これでまあ、おー、はい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 、これはやばい、これはやばい、けどこれは入らないですね。はい、メガネとか、じゃあ、インラが強い。よいしょ、まあ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 、なんとかなんとか。相手のデッキが分かったんで、ペッカ・ファルチェレキの、って感じか。はいはいはい。で、こう、ディガー飛ばしたら、まあ、なんかユニット出るでしょうってことで、エレキともう一個、アンキゾイポイズン。ああ。いや、美味しい。なんか出てた。今、ガゴか。ガゴが出てて、これ美味しいですね。で、カードも、ちょい回しのザップで、一発です。よしよしよし。で、これは、インドラをペッカに当てたいんで、エレキかな。エレキ。ああ、はいはい。出して、
陸ユニットが意外としんどいけど、まあエレキとゴーストで、よいしょ、はいはいはい、おお、ソラビックけど、このメガナイトをちょっと横に出したのは、そのファル正面に、城の正面に出したらファルチェのあの鎌でやられちゃうんで、タワーがダメージ受けちゃうんで、これあれですね、ガゴがなかなか処理めんどくさいんで、ポイズン打ってインナラ出して、あー、まあまあこれは守れそう、守れる、よしよし。でこれはもう相手が今攻めすぎですね。このホグで4ワードもらったんで、ここでもうカウンターして、あとはもう GG ですね。もうポイズン打って、よいしょ、はいはいはい、もう気持ちザップも打って、はいはいはい、わー、まあ相手は守るとですけど、もうこっちにはディガーが回っているんで、まあディガー出して、よいしょ、はい、これにポイズン打って、はい、 GG、よいしょ。いやーでも楽っすね、使ってて。はい、まあ始め慣れるまではもしかしたらあれみたいななるかもしれないですけど、まあ防衛からっていうのをしっかり意識していけば、自分から攻めすぎないですね。守って守ってカウンター意識すれば結構勝てるかなと思いますので、ぜひよかったら使ってみてくださいっていうわけでですね、今回の動画は以上になります。よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではバイバイ。